こんにちは、ハッピー。アイニャンこと鈴木愛理です。先日9月になってディズニーランドで変わったところを紹介したと思うんですが、その動画がすごい好評でたくさんの方に見ていただきました。ありがとうございます。なんですが10月になってまたいろいろなことが変わりました。というわけで今日は10月になってディズニーランドで変わったところをどんどん見つけていきたいと思います。果たしてどんな変化があったんでしょうか。それでは行ってみましょう。10月5日からエントリー受付の対象施設が増えました。今までは5つだったんですが、プラザパビリオン、バンドスタンド、シアターオリンズ、この2つが増えました。ちなみにこの2つはアトラクションではなくグリーティング施設になっています。シアターオリンズは今までショーをやってたところなので、グリーティング施設になるなんて楽しみですね。当たるといいな。早速エントリー受付やりたいと思います。すごい狭きもんだろうな。今日からですからね。コンテンツ選択来ました。1,2,3,4,5,6,7 ありますね。早速やりたいところなんですが、先にちょっと運試ししとこう。美女と野獣乗りたい。美女と野獣当たるか当たるか当たるか。あーダメでした。これは怖いですね。ベイマックスやろう。さあこれはどうだどうだどうだ、悩んでるぞ。これは来るか。あーダメだ。ミニーちゃん行きましょう。ミニーちゃんミニーちゃんミニーちゃん会えるかな。ミニーちゃんダメだ。ウッドチャック行きます。まだ会ったことないよ。いいかい、来い。あーミートミッキー行きます。来い。あーダメだ。あ、そっか、今日から始まるグリーティングのために全部外れたってことだね。では早速本命やっていきたいと思います。シアターオーリンズではエントリー、いけ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 、お願いします。どうですか。お、え、お来た。来てない。まだまだ、きっとこっちが大鳥、プラザパビリオンがね。さあここでアイニャンチューブの意地を見せろ。エントリー、来るよ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 、来ちゃうよ、これは来ちゃうよ。レポで、あーというわけで本日新しく始まったグリーティングの紹介はできません。ごめんなさい。いやー、まさかの全外れとは残念。新しく会えるキャラクターについては自分の目で確かめてみてね。以前の動画で大人気のエコバッグが復活したと言ったんですが、そちらはもう終わってしまって、今また新しいガチャガチャが始まりました。それを早速やっていきたいと思います。イエーイ。見つけました。これやりましょう。今この缶バッジが当たるみたいです。私は左上のこの2つが欲しい。ではお願いします。ほうちゃん分、いきます。果たして何が出たんでしょうか。見てみましょう。では開けます。今はね、ミニーちゃんのスタイルスタジオにあるポスターがこの缶バッジになってるみたいです。私が当てた1個目はこちらです。秋冬仕様で可愛いです。というわけでもう1個はこちらでした。色合いがピンクと赤で、すっごい可愛い。というわけで可愛い2つゲットしました。この間ミニーのスタイルスタジオ行ったばっかりなので嬉しいですね。というわけでぜひ皆さんやってみてください。400円でした。ちなみにこちらの裏側にはピンとボールチェーンがついているので、バッグとかに取り付けるととっても可愛いよ。そして他のガチャガチャは以前もあったミニフードチャームになっていました。
10月に入ってからいろいろ新しいグルメがスタートしました。今日は私が気になったものをピックアップして紹介します。それでは行きましょう。まずはこちら、チーズドッグバーベキューミートソース。これは美味しそうですね。もう開けた瞬間の匂いが最高、食欲をそそります。中身はバーベキューミートソース、チーズ、ソーセージ、パン。いただきます。ミートソースということでちょっとトマトっぽい味がするのかなと思ったんですけど、そんなことはなく完全にバーベキューソースって感じです。バーベキューソースにお肉の旨味がたっぷり染み出てて、そこにチーズのコクが加わって最高に美味しいです。食べるのに夢中になってたらこぼしちゃってた。ミートソース取れないのに最悪だ。皆さん気をつけてください。ま、美味しいからいっか。バーベキューミートソースにはおそらくお野菜がコトコトいっぱい、ね、煮込んであると思うんですけど、食べてる時に野菜は感じないので野菜嫌いの方でも食べれると思います。チーズもソースもたっぷり、そしてソーセージも大きくてジューシーで本当に美味しいホットドッグですね。ごちそうさまでした。アイニャのおすすめレベルは 4.5。 本当に美味しかったので5をつけたかったんですけど、ちょっとお値段が高かったので 4.5 にさせていただきました。味は100点満点だったので、気になる方はぜひ食べてみてください。次はこちら、ブラックペッパー照り焼きチキンロール。こちらディズニーシーの名物グルメだと思っていたんですけど、なんと10月1日からディズニーランドでも発売されるようになりました。こちらはお酒のおつまみというイメージがあったので、ランドに来たのはびっくりしましたね。アイニャンチューブでも紹介したことがあるんですけど、改めて紹介したいと思います。お肉の大きさはこれぐらいなんですけど、結構厚みがあるので食べ応えがあるんですよね。上には青のりとごまが乗ってます。歯に詰まるので注意です。いただきます。もうやっぱり美味しい。本当にお肉が柔らかくて最高なんですよ。この照り焼きの味とお肉のジューシーさ、生姜が加わって本当に食欲そそる。さらにブラックペッパーもいいね。これがディズニーランドでも食べれるなんてもう本当嬉しいね、改めて思いました。あと骨なしっていうのがいいですよね。身だけしかないのでパクパク骨を気にせず最後まで食べれちゃう。ごちそうさまでした。アニャのおすすめレベルは5。ワンコインでこの美味しいお肉が食べれるなんてもう最高です。ただこちらは来年の3月31日までしか食べれないので、その期間に来る方はぜひ食べてみてください。次はこちら、マンゴータピオカミルクティー。こちらは今までに見たことないやつですね。上にマンゴーの果肉が乗ってます。そしてタピオカは今下の方にあります。では混ぜたところでいただきます。あれ、なんか今までのタピオカとちょっと違いますね。これはちょっと柔らかめな気がします。ただこちらも噛めば噛むほどマンゴーの味がしてくるのでとっても美味しいです。今もしかしたらと思ってもう一回こちらのタピオカドリンク飲んだんですけど、タピオカいつもと同じっぽかったです。ちょっと時間が経つとタピオカが柔らかくなっちゃうのかもしれないので気をつけてください。そして上に乗っていたマンゴーの果肉なんですけど、これはそこまで甘さは感じないですね。ただ食感はマンゴーなので、タピオカと一緒に口の中に入れるとマンゴーを食べてるような感覚になります。そしてミルクティーなんですけど、ミルクティーだけで飲むとマンゴーのエキスとかが出てるわけではないので、もうまんまミルクティーを飲んでる感じになります。私が思ってたよりは甘くないなと思いました。なのですごい甘いドリンクと思っている方はそうではないので注意してください。ごちそうさまでした。アイニャのおすすめレベルは4。マンゴーのフルーティーな甘さとミルクティーがすごい相性抜群で美味しかったんですが、私的にはもうちょっとマンゴーとミルクティーの甘さがあったらいいなと思いました。甘すぎないのがいいっていう方にはすごいおすすめです。それ以外の新メニューだと、プラズマレイズダイナーの牛すき焼きライス、人気メニューの販売も再開し、チャイナボイジャーではエビ入りパイタン麺と冬限定の豚角煮と麻婆豆腐のあんかけ麺、ペコスビルカフェでは名物のポークライスロール、
そしてカフェオーリンズは今まで閉まっていましたが営業を再開しました。次はこちらグランドエンポリアム、中に新しいものがあるので行きましょう。こちらのお店には本当にたくさんのグッズが置いてあるのですが、今回購入するのはこちらの商品。果たして何なのでしょうか。というわけで買ってきたのはエコバッグです。こちら前にも売ってたんですけど、一回なくなって10月に再販されたんです。こちらも紹介したかったんですけど、実はもう一個紹介したいものがあります。それがこちらショップ袋。今までは無料でもらえていたショップ袋が10月から有料になって20円になりました。そしてデザインもそれに伴って変わったんです。こちら側がランドでミッキーさん、こちら側がシーでミニーちゃんになってます。有料になったのはちょっと寂しいですが仕方ないですよね。ちなみにこちらはちっちゃいサイズなんですけど、もう一個大きいサイズがあります。こんな感じでサイズは違うんですけど金額は同じ20円になってます。ショップ袋が有料になったのでお土産を買う際は注意してください。というわけでちょっとエコバッグの話に戻るんですが、レジ横にいっぱいあって1人1個までと書いてありました。ちょっとこちらもせっかくなのでデザインお見せしますね。カラフルではあるんですけど、ブルーベースで男性も女性も持ちやすいようなデザインになってます。よく見るとパークのねアトラクションの絵柄だったり、見るのも楽しいです。サイズもこんな感じで小さすぎず大きすぎずなので、気になった方はぜひ購入してみてください。500円でした。安い。見つけました。これは今までに本当にないものです。もう少しで私の順番が来るので待ちたいと思います。楽しみすぎ。ちょっと説明せずに撮影に入ってしまったんですが、今までだったら一人のカメラマンさんが撮ってくれてたと思うんですけど、今見ていただいた動画の通り前と後ろからライトを光らせて素敵な写真を撮ってくれるんです。ちょっとまだカメラに写った写真しか見れてないんですけど、本当にすごかったです。出来上がりが楽しみ。これは絶対思い出に残る写真になると思うので、ぜひ皆さん撮ってみてください。ストロボを使う撮影なので夜限定ではありますが、シンデレラ城と一緒に素敵な写真が撮れる、まさに神サービスです。ちなみに完成した写真はこんな感じ。本当にすごくてアイアン大満足です。ちなみにお昼にも違った写真サービスが始まったそうですよ。見つけました。じゃん、ダイヤモンド発射。予約しといたので早速行きましょう。というわけで席に案内されました。いつもはあそこでショーをやってるんですけど、今はちょっとやってなくて食事だけになっています。ただその分ここのレストランスペシャルになってますから、今頼んだので待ちたいと思います。というわけで早速来ちゃいました。皆さん驚かないでください。じゃーん、あ、かわいい。というわけでなんとディズニーランドでアルコールが飲めるようになったんです。びっくりですよね。ちなみにビールもあります。ただどこでも飲めるわけではなく、飲める場所は限られています。今回のザ・ダイヤモンドホースシューを含め4つのレストランで販売しています。というわけで今日はこのアルコールを飲みながらお食事を楽しみたいと思います。この食事のメニューも新しいので、そちらも注目です。現在2つのセットメニューがあり、メイン料理以外は全て同じ内容になっています。それでは乾杯。それではいただきます。まず最初に出てきたのはシェフサラダ、そしてパン、そしてフロンティアパンチです。シェフサラダは見た目からわかる通り本当にたくさんの具材が入っており、贅沢でシェフのこだわりを感じる一皿になっています。
実際に食べてみるといろいろな具材の味を楽しめるにもかかわらず、どこを食べても本当に美味しいので、サラダ好きの私には最高のメニューでした。そしてサラダの途中にパンをパクリ。ほかほかでとても美味しかったのですが、今食べたのは大失敗。その理由は後ほど紹介します。そしてフロンティアパンチ、こちらはブドウのゼリーにオレンジジュースが入ったこのレストランのオリジナルドリンクです。今回アルコールを頼みましたが、このレストランに来たからには名物のこのドリンクもやっぱり飲みたくなるので、セットでついてくるのは嬉しい限りです。そしてついにメイン料理がやってきました。私が頼んだのはブラック&ステーキグレイビーソースで、ステーキが2枚ついたメニューです。それではいただきます。お肉自体はちょっぴり薄めで、パサつきも多少あったのですが、臭みは一切なく美味しく食べられました。特徴は表面のカリカリ、食感があり、さらにパセリバターも塗られていて、一工夫されているステーキでした。それでは次にステーキをワイン片手に食べていきます。結果から言わせていただくと、この2つの相性は本当に抜群。ステーキは濃いめの味付けで、さらに適度に脂も乗っていたので、赤ワインの渋みがお肉と合わさり、贅沢な味を楽しめました。普段はあまり飲まないのですが、こんな大人な楽しみ方をランドで味わえるのはやっぱりいいですね。なお味がかなり濃いめなので、パンと一緒に食べた方がいいと思います。なのでステーキを食べるまでしっかりパンは取っておきましょう。そして忘れてはいけないのが、この付け合わせのマッシュポテト。なんとこちらにはあのトリュフが入っているんです。口に入れた瞬間、ものすごい香りがして、今まで食べてきた中で一番美味しいマッシュポテトでした。ちなみにこうちゃんは私と同じステーキにオマール海老のバターポーチがついたセットを頼んでいました。一口もらったのですが、オマール海老最高に美味しかったです。そして最後に来たのはこちらのデザート、チュロスプリンフルーツ添え。チュロスが刺さっているインパクトある見た目ですが、とんでもない秘密が隠されています。なんと中央にある美味しいプリンの中に謎の大きな塊が入っているんですが、それの正体はなんとチュロス。そう、プリンの中にチュロスが入っているんです。サクサク感はありませんが、味はチュロスなので、とっても不思議な感覚です。その他にはたっぷりのフルーツなどもあり、ボリュームたっぷりの豪華なデザートでした。というわけでセットメニューは以上です。どれも美味しかったな。ごちそうさまでした。というわけで食べてきました。もう何ですかね、すごい幸せです。そして何だろうか、このちょっと酔った感じでディズニーランドを歩くこの感じ、なんと新鮮な、特別だね。もう料理も美味しかったし、ボリュームも満点、とにかくおすすめでございます。というわけで私帰ります。あ、楽しい気持ちで帰ります。最高のレストランだったのですが、最初にもお伝えした通り、プライオリティシーティングが必須なので、行きたい方は注意してください。再現チューブ。というわけでディズニーランドで10月から新しくなったところ紹介でした。私的にはディズニーランドでアルコールが飲めるってところが一番のびっくりでしたね。これからディズニーランドに行く方はこれを参考に行ってみてください。というわけで今日の動画は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。見てくれてありがとうございました。チャンネル登録はこちら、スマートフォンの皆さんは下の概要欄から登録お願いします。あと Twitter、インスタ、ブログ、こちらもやってるので、ぜひチェックお願いします。今日も一日ハッピーになー。